今日はハッとした話を先ほど思い出しましたのでお伝えしたいと思います。ラジオ DJ 時代にマネージャーをしてくれていた女の子がいわゆるお嬢様だったんですね。それで門限があったんですよ。もちろんもう社会人だったんだけど、だから私の方がマネージャーの門限を心配して大丈夫帰んなくてって言ってるような女の子だったんですが、その彼女がある日こう言ったんですね。ハッコさん、今日の洋服すっごく素敵ですって。それで私はちょっと意地悪をして、まあ洋服がねって言ったら、なんて言ったと思います？彼女ニコニコしながら、はいって言ったんです。あ、この子には通じなかったって。もうあまりにも純粋に本当に洋服が素敵だと思って褒めててくれてたので、だから洋服がねって言ってもはいって言われちゃったんですね。ハッとしました、彼女の純粋さに。それからある人が遅刻してきたことがありまして、その時私はまあ何人かの人といたんですけれども、まあ多くの人がね、あいつなんか寝坊したんじゃないのとかっていうふうにちょっとこうネガティブな発言をしてたんですね。そうするとある人が、何かあったのかなって言った時にハッとしました。あ、この人だけはその遅刻した人にこうサボっているとかっていうレッテルを貼ることなく、ただただ心配してたからですね。それからまあ似てるんですけれども、まあ 4,5 人である人の話をしてた時に、まあ多くの人はまああいつには無理だよねっていう、そんな論調になったんですね。ところがやっぱりある人がこう言いました。そうだね、彼にはちょっと道のりが長いかもしれないね。ハッとしました。ああ、みんなは無理だって言ってる中で、その人は可能性を見てるんだなって思ったからです。そもそもね、他の人の可能性を無理だなんて、周りが決めることはできないはずですもんね。で、そういうこう、ハッとした経験から学んだのは、人は自分の話をしてるんだなっていうことです。マネージャーは私のことを言ってくれてたし、その遅刻した人を心配してる人は遅刻した人のことを、道のりが長いねっていう人もみんなが無理だって言った誰かのことを話してるわけなんですけど、だけど結局自分を表現してるんですよね。マネージャーの子は自分の純粋さを、遅刻を心配する人はその人の愛情優しさを、そして道のりが長いって言った人はその人の可能性を信じている自分を。だからまあ私たちは会話の中で誰かのこと、あるいは相手のことをああだこうだっていうふうに言うことがまあ、多々あると思うんですけれども、まあ、誰かの話であると同時に、みんなずっと自分の話をしてるんだなっていうことを、そういうハッとした体験から学ばせてもらったなって思います。